長井淳一郎長井淳一郎7月7日から1955年2月21日は日本の内務、警察官僚、弁護士、県政会計幹線大分県知事、千葉市長、後の千葉県長佐郡、吉尾村出身、長井健三の長男として生まれる、第二高等学校を卒業、1908年、東京帝国大学法科大学法律学科を、 卒業。同年10月、カラフト町事務職宅となる。1910年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、鳥取県属となる。以後、高知県警部、同警視、刑務課長、同巡査教習所長、宮城県伊部郡長同県栗原郡長高知県警察部長、新潟県警察部長、 徳島県内務部長などを歴任し、1924年7月、大阪府警察部長に就任。1925年9月、大分県知事に就任。県政会計であったが、政党職をあまり出さない、県政運営を行った。定給が趣味で、部下にも定給愛好家が集まり、熊谷和也を招いて指導を受けたことなどから、大分県で、 テニスが盛んになったと言われる。1926年9月に休職となる。1928年9月27日に休職満期となり退官した。その後、1930年4月から大連死条約となった。1934年12月から1946年4月まで千葉市長を3期務めた。その後、公職追放となり弁護士を開業した。 追放解除後の1955年死去。ありがとうございます。